こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。そういえば魔理沙、スパロボ30はクリアしたの？スパロボ30クリアしたよ。いやー楽しかった。久しぶりにエルガイムが参戦したのも嬉しかったしな。ところで、エルガイムが初参戦したスパロボってなんだか知ってる？なんだったっけ？エルガイムの参戦は第4次スーパーロボット対戦からなのよ。そうだったのか。今回は、第4次スーパーロボット対戦の、強すぎるチートな機体を5つピックアップして解説していくわ。ただ、あくまで個人の感想だから、そこのところはよろしくね。そうだな。みんなもこれは強いなと思った機体があったら、ぜひコメントしてくれよな。それではゆっくりしていってね。まずはライディーンよ。勇者ライディーンに登場するロボットだな。初登場が第3次スーパーロボット対戦だから、今作でスパロボ参戦は2回目ね。この機体のチートなポイントは、必殺技のゴッドボイスね。必殺技か、どんな武器なんだ？この武器はゲーム中盤で追加されるんだけど、攻撃力が7200アリジ分の通常武器で最も高いわ。シンゲッターのストナーサンシャインよりも強いんだな。パイロットの響きは必中ひらめき熱血気合と、必殺技要員に必要な精神コマンドを持っており、さらにスーパー系の中では2回行動を覚えるのが早いわ。そのためゲーム後半のボスキラーとして非常に優秀ね。文句なしの強さだな。ここまで強いと何か弱点があるんじゃないのか。弱点はスーパーロボットにしては HP も装甲も低いところね。かといって回避が高いわけでもないし、油断しているとすぐ落とされちゃうわ。確かに見るからに硬そうなイメージはないな。そして一番の弱点は、ゴッドボイスを10回使うと最終ステージで、出撃不可になってしまうことね。どうしてなんだぜ。原作でも響きの命を削るほどの大きな負担がある武器だったから、それを再現したんだと思うわ。ゲームでも何回か使用すると警告のイベントが発生するしね。原作再現は面白いが、最強武器が最終面で使えなくなるのはかなりきついな。次はガンダム試作2号機こと GP-02A よ。GP-02A は機動戦士ガンダム00083スターダストメモリーに登場する機体だな。第4次スパロボの GP-02A は、アトミックバズーカがガチでチートよ。アトミックバズーカはマップ兵器だったっけ？そうね。第4次スパロボはマップ兵器がとにかく強いことも特徴の一つで、フル改造すれば、アトミックバズーカの威力は9400になるわ。攻撃範囲は着弾点から周囲7マス、最大で射程17の位置まで攻撃が可能。やりすぎだろ。威力は縮体砲には劣るけどとんでもない武器だな。これは味方最強の攻撃力だと言われているわ。マップ兵器だから使用範囲も広いし、完全にゲームのバランスを潰しに来てるな。魂をかければライブゲイオスすら一撃で倒せるし、ラスボスのバランシュナイルやネオグランゾンすら、ヌルゲー化してしまうくらいだわ。これぞまさにチートって感じだな。でも、これだけ強いとさすがにデメリットとか使用制限とかあるんじゃないか。それがなんと何の制限もないのよね。必要な気力もないし、弾数は一つだけど補給すればすぐ使えるわ。アトミックバズーカって、スパロボシリーズ全体を通して強いのか。第1次から第4次のスパロボシリーズでは破格に強いけど、F 以降は見直されたのか。調整が加わってそれまでほどではなくなったみたいね。それでも強力なことには変わりなさそうだな。ちなみに第4次スパロボでは、GP-02A と打倒の味方加入は隠し要素になっているわ。ユニットから隠し要素だったんだ。それに加えてアトミックバズーカにも獲得条件があるのだけれど、強力さを考えると攻略本買ってでも手に入れたい武器よね。ちなみに運営もやりすぎだと思ったのか。F 以降は大幅に弱体化されたり、アトミックバズーカ自体が撃てない仕様に調整されたわ。次はビルバインね。ビルバインは聖戦士ダンバインに登場するロボットだな。途中から主人公のショーがダンバインから乗り換える後継機ね。この作品のスパロボ初登場は EX で、そこから続編であるこの第4次にも続けて登場しているわ。ビルバインはどのスパロボでも強い印象だな。パイロットのショーも攻略本で、避けるために生まれた男と書かれるほど回避率の高さを見せつけてくれるわ。ビルバインのチートなポイントといえばやはり、オーラ切りとハイパーオーラ切りね。言わずと知れた強力な武器だな。でもチートってほどでもない気がするけど、他作品と何か違いでもあるのか。移植前の無印第4次スパロボでは、オーラ切りとハイパーオーラ切りの仕様にエネルギー消費がないという、とんでもない仕様になっているわ。つまり気力さえ上げれば、ただでさえ強いオーラ切りとハイパーオーラ切りで、無双し放題なのよね。こちらもなかなかド派手に、ゲームバランスを崩壊しにかかってきてるな。ダンバイン系は第4次での強さがめちゃくちゃすぎて、移植版の第4次 S ではエネルギー消費される仕様に変更され、他の性能が大幅に修正されてしまったわ。あまりの強さに、
他のスパロボシリーズでもビルバインイコール強いの公式が当たり前のように出来上がっているもんな。ちなみに技の裏切りとハイパー裏切りは原作のアニメには存在せず、スパロボオリジナルの技なのよね。ジャムが命名した技だな。なんか存在が自然すぎて原作からあると思ってたプレイヤーも多いみたいだけど、これは当時のスパロボでは聖戦士の技能をステータスに反映することができず、聖戦士と他のバイストンウェル人との差を表現するのに気力が上がった時の必殺技が必要だったために生まれたみたいね。ほーん、そんな経緯があったんだな。次はヒュッケバインね。バンプレストオリジナルの機体だな。ヒュッケバインはこの第4次スパロボが初参戦作品ね。第4次スパロボではリアル系の後継機で、物語が進むと主人公はゲシュペンストからこのヒュッケバインに乗り換えることになるわ。ヒュッケバインのチートなポイントはマック兵器のマイクロミサイルね。マイクロミサイルって攻撃力高くなかった気がするけどな。マイクロミサイルの真骨頂はジャムと主人公のみが覚える精神コマンドの奇跡との相性が抜群なところにあるわ。ド根性気合かける2加速幸運必中ひらめき魂が同時にかかるあれか。マイクロミサイルをフル改造し奇跡をかければほとんどの雑魚は一撃で仕留められる上に大量の資金が手に入るわ。弾数は3つだけど、戦艦に乗せてしまえば1ターンで回復するのですぐにまた撃てるのが嬉しいわね。 HP とエネルギーは回復に時間かかるけど弾数は1ターンなんだよな。おまけに奇跡の消費 SP はたったの40だから1マップで数回このコンボが使えるわ。おいおい、どんだけ稼ぐ気なんだ。さらに途中から追加される最強武器のフラッグホールキャノンは射程が長い上にスーパーロボット級の攻撃力があるのでボス戦でも頼りになるわ。そして分身とアイフィールドを持っているから防御面でも優れているのよね。さすがは主人公機って感じの強さだけど何か弱点はないのか。強力な武器が全て射程にからなのと空を飛べないことが弱点ね。飛行している敵に接近攻撃されると手も足も出なくなるわ。そこはミノフスキークラフトでカバーしてもらうしかないな。ちなみに第4次のヒュッケバインは機体のカラーリング変更が可能よ。じゃあ自分の好みの色に設定できるってことだな。そうね、ここでヒュッケバインを白色にすれば別作品のあのロボットに似ている機体にすることもできるわ。ヒュッケバインガンダムなんて言葉もあるくらいだしな。ちなみに機体のカラーリングを変更できる設定はこれ以降のスパロボでは取り入れられなくなったわ。第4次独自の設定なんだな。最後はエルガイムマーク2ね。重戦機エルガイムに登場するロボットだな。アニメの中で主人公が途中から乗り換える後継機のヘビーメタルね。ヘビーメタル、この作品でいうロボットのことか。エルガイムはヘビーメタルという呼称といい、そのデザインといい独特な世界観を放っている作品だよな。第4次スパロボではエルガイムマーク2も機体性能が高く、マック兵器のバスターランチャーがとても強力ね。やっぱりマック兵器が強いんだな。攻撃力が高い上に射程が長く、その射程はなんと12よ。射程長、こんだけ距離があれば敵のボスからも反撃を受けることなくタコ殴りができるってわけだな。弱点は消費エネルギーの燃費がよろしくないため、エネルギーをフル改造しても2発撃てれば良いところだという点ね。ここぞという時のために温存しておくべきかもな。第4次スパロボ S ではパワーランチャーの攻撃力が上がってさらに強くなったわ。ちなみに第4次スパロボでは敵のアマンダラがブラッドテンプルに乗って登場するというサプライズがあったわ。ブラッドテンプルってなんだっけ？ブラッドテンプルはエルガイムに登場しないヘビーメタルよ。登場しないってどういうこと？エルガイムではアニメ本編には登場せず、設定のみが残されている幻の機体ね。本当は最終回で出る予定だったんだけど、物語の展開の都合上没になったらしいわ。そんな機体を拾い上げて、スパロボに登場させるスパロボスタッフって、マニアック。以上、こんなところで、第4次スーパーロボット対戦の、強すぎるチート機体を解説させてもらったわ。今回の解説の中でヒュッケバインは、第4次スパロボで初登場したと説明したけど、そのヒュッケバインに主人公が乗り換える前の機体である、ゲシュペンストやグルンガストも第4次が初なのよね。そうだったの。その他にも第4次で初めて実装された要素が実はたくさんあるので、今後の動画でも取り上げていきたいと思うわ。こんな風に、このチャンネルではスパロボの情報をまとめているから、また見たいと思ってくれた人はチャンネル登録をしてくれると嬉しいわ。それでは皆さんまたねー。